コスプレコレクションナイト東京ゲームショー2014第1幕参りましょう。エントリーナンバー1番ラブライブよりスクールアイドル最高峰の大会ラブライブを目指すラブライブスクールアイドルプロジェクト、高坂ほのか、長月ゆき、綾瀬えり、メイク、南小鳥、サラ、園田海、水分、星空凛、カズサ、錦野真希、スー、東條のぞみ、さや、小泉花代、ソータ、矢沢ニコ、日向、叶え、私たちの夢、叶え、みんなの夢、みんなで叶える物語。続きましてエントリーナンバー2番歌のプリンス様オールスター。2013年に発売された歌のプリンス様オールスター、来年は続編が発売されます。スターリッシュの先輩アイドル4人によるグループカルテットナイト、少しレトロな言葉遣いとオーバーアクションが特徴のことぶきレイジ、柳莉子、アイドルでありながらもハングリー精神あふれるリアリスト黒崎乱丸、むつき、重大な秘密を抱えているミステリアスな雰囲気の少年三風愛、ルカ、異国の伯爵家出身で気品にあふれ立ち振る舞いは優雅だが自分は見た目たもの以外には冷たい、カミュ、リク、一見統一感もなく個性も全く違う4人も仕事の面ではプロ、曲はスターリッシュにプロのステージを見せつけたポワゾンキス、ニコニコ動画などで活躍されている歌い手ヨナオさんに歌っていただいています。続きましてエントリーナンバー3番戦国バサラ4。2005年に発売した戦国バサラ、その最新作戦国バサラ4、個性あふれる戦国武将がここに、野心あふれる眼差しで狙うは天下統一、若きカリスマ欧州筆頭打点バサムでペインズ、豪快にそして自由に生きる天下の歌舞伎者前田慶次、夏目、戦国最強の鉄砲傭兵集団西下衆を率いる三代目統領西下孫一、木戸春人、今作初参戦浅井長政の姉にして自身をこの世で最も価値があるという美女京極マリア、サラ、天下をかけた軍友たちの戦いが今始まる。続いての登場はエントリーナンバー4番シャーマーキングスピリットオブシャーマンズ。あの世とこの世を結ぶものシャーマン、シャーマンキングが連載終了から10年の時を経て参上、優しさと動じない心を持つ主人公朝倉陽、ツン、迷わない心を精神の力に持つ少年タオレン、ヒイラギサクヤ、アイヌの熱き男ボロホロ、藤村和樹、陽への恩返しのため共に戦うマウスと8世、ナチ、
ハオへの復讐心と強さを求めるリゼルグ・ダイゼル、日夏葉月、陽の双子の兄で千年にわたる因縁の敵ハオ、牧村慎之介。続いて参りましょう。エントリーナンバー5番、サムライスピリッツ。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、天下無双の大剣豪覇王丸、ウェルダン穂積、血しぶきに舞う歌舞伎役者千両京四郎小津方、大自然の声を聞くアイヌの巫女ナコルル、中里と涼、ジャングルから来た野生少女チャムチャム、七瀬優アット組、南蛮トライのプリンセス鈴姫ナナリ、きらめく刃で活路を開き、信じた道に命を散らす、そんな彼らの生き様を黒子ヌエノメイスケが見届けます。さあここで死ぬにはあまりにも惜しい面々、黒子も同じことを思っていたようです。勝負はここで水入り。またいずこかで刃を交えましょう。続いてエントリーナンバー6番、フェイトステイナイト。手にした者の願いを叶えるという聖杯を実現させるため、聖杯に選ばれた魔術師に聖杯が選んだ使い魔を与える。騎士セイバー、ジェーン、旧兵アーチャー、カゲツグ、英雄王ギルガメッシュ、ユキト、マスターは召喚されたサーヴァントと契約し聖杯を求め、最後の一組となるまで殺し合いを繰り広げる。その名は聖杯戦争。2014年開戦。続いてはエントリーナンバー7番、ドラッグオンドラグーン3より登場です。スクウェアエニックスのアクション RPG シリーズ第3作、前作から約8年半ぶりの新作であり、シリーズ10周年の記念作品。歌うたいでありながら同じ歌うたいの妹たちを皆殺しにしようと試みる裏切りの歌姫ゼロ、リムタ、姉のゼロとは正反対に真面目で正義感の強いワン、ミロ、明るく快活、姉妹のムードメーカートゥー、マヤ、ネクラ、ケダルゲ、無気力でも興味があることには異常な粘着体質、スリー、朝霧カイト、優等生のような態度や口調の裏に隠された歪んだ劣等感、神聖の偽善者、フォー、ネネ、自信家で強欲で節だら三昧な末っ子、手に入れたものには興味なし、5、
ルイ、それぞれに思いを抱えた姉妹たちの戦いが今